タナナ女性女子の不動産大学農地法ということでですね、今日も宅建クエスト早速やっていきたいと思うんですけども、前回はですね、宅建クエストで農地法のですね、産業許可に関するですね、選択肢をですね、集中的にやらせていただきました。まだ見てないという方はですね、ぜひやってください。今日はですね、4条許可いきます。4条許可はですね、転用でございます。ここに関してですね、しっかりとですね、押さえていっていただければと思います。4条許可に特化した選択肢をですね、ぐっと集めましたので、早速レベル上げしていきましょう。ということで、行ってきましょう。G、市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。さあ、どうでしょうか。さあ、いきますよ。答えは、丸でございます。これはですね、農地を駐車場にするということですね。要するに転用でございます。で、市街化区域内のですね、農地をですね、農地以外のものにですね、転用する場合というのはですね、4条許可はいりません。これはですね、どういうふうにすればいいのかと言いますと、農業委員会にあらかじめ届け出をするという形になります。許可はいりませんということです。次いきますよ。2、農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。さあ、どうでしょうか。はい、いきますよ。答えは、これ、×でございます。これですね、自己所有の農地を農地以外のものにですね、転用するですね、自己転用のケースで言うとですね、農地法のですね、4条許可を受ける必要があるんですけれども、これですね、賃貸住宅の建設がですね、目的だからといってですね、特別扱いはされません。なんでですね、ここはですね、×という形になります。これですね、市街化区域内でですね、自己転用するんであれば、農業委員会の届け出でいいんですけれども、これ選択肢のようにですね、これ市街化区域外って言ってますので、こういう場合はですね、原則に従ってですね、知事の許可を取ってくださいという形になります。3、農業者が市街化調整区域内の耕作しておらず、遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。どうでしょうか。さあ、落ち着いて考えてください。いきますよ。答えは、×でございます。ちょっとこれですね、注意が必要なんですけど、まずですね、これ、農地補助の農地ってですね、何が農地に当たるかっていうことですね。これ、耕作しておらず、遊休化している自己の農地って言ってますけれども、耕作の目的に供される土地のことを言います。でですね、何が言いたいかというとですね、遊休地に関しても農地に含まれるんでございます。市街化区域内のですね、農地を農地以外のものにですね、転用するということになればですね、もちろん4条許可はいらないんですけれども、市街化区域内ですからね。この場合は届け出をすればいいんですけど、農業委員会の方にですね。ただですね、これ選択肢の方だと、これ市街化調整区域っていうふうに言っておりますので、そうなるとですね、4条許可は必要ということになるということになります。4、農業者が相続に委嘱した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。どうでしょうか。いきますよ。答えは、その通りでございます。これ丸でございます。これ相続によるですね、取得のケースなんですけれども、これ相続の場合はですね、前回やりましたけれども、相続によって農地を取得する場合に関しては、農地法のですね、3条の許可は不要になります。で、今回の問題の場合はですね、事故のですね、住宅用地として転用しているわけなんですけれども、農地をですね、住宅用地なんかのですね、農地以外のものに転用するような事故転用になるとどうなるかというと、4条許可をですね、受ける必要があるという形になります。以上でございます。これ全問正解できた方、レベルアップという形になります。これ覚えておいていただきたいのがですね、市街化区域内で自己転用する場合はですね、農業委員会への届け出でいいんですけども、市街化調整区域内となるとですね、原則通りですね、知事の許可が必要になります。ここですね、多分引っ掛けてくる可能性高いです。選択肢にですね、市街化調整区域内の話なのか、市街化区域内の話なのかっていうところですね、しっかりと読み取っていただければと思います。ということでですね、次回はですね、ついに5条許可の方に進んでいきたいと思います。もう1条ずつですね、丁寧に丁寧にいきますので、こうやってですね、集中的にですね、回答する選択肢をですね、やっておくことによって記憶が定着します。またこの動画の方もですね、繰り返し見ていただければと思います。ということで、ではまた。